よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげでオラはこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあっかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。許さん、絶対に許さんぞ。もうこんな星などいるもんか。何だとは。俺のガイック砲は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。トン、やりくわ。トン、戦闘種族だ。やめるなよ。なんだありゃ、
何したんだ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃ。僕も。待てよ。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。大猿、なんだってんだ。なんだっけ、あの化け物は。オラと地球の元気玉、食らわしてやる。無駄けじ。そうか、やっと分かったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したのは、武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っていうのもオラだったんか。ごめんよじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、多分オラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって無意にまた行ったらさ、謝りに行くよ。そうか、やっと分かったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したのは、武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っていうのもオラだったんか。ごめんよじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、多分オラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、あの家にまた行ったらさ、謝りに行くよ。
会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうにもオラだったんか。ごめんよおじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、たぶんオラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、うん、また行ったらさ謝りに行くよ。後ろの尻になれ。行くぞ。無駄けち。
分かったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したも武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。ごめんよじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、たぶんオラの気を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、この家にまた行ったらさ謝りに行くよ。砕け散れ。元気玉を出すために精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。どこだ、どこに行きやがった。見つかった、間に合ってくれ。できた。地球中の元気が集まった。よし、うわぁ。これで終わりだ、カカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。イーたちの最後っぺってやつだ。これでオーラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。この俺の顔に傷を。握りつぶしてやら。うわ
せいぜい苦しんで死ね。今のでずいぶん骨が折れたようだな。痛いか？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。これが元気玉だ。やったな。何やっとんだきゃバケロ。早くそれやってまえ。何？くそったね。はあ。羽根形成ご飯。そいつは味方だ。